なんだ、今度は自ら待ち伏せか。俺の顔なんて見たくもないだろうに。そう思うならば、ここへは顔を出さぬことだ。客を選ぶのか？とんだ殿様商売だな。ご託はいい。日向の件、今一度問う。なぜ連れてきた？言っただろ、人手不足の解消のためだ。真意ではあるまい。いや、それが全てだ。実際日向は役に立ってると聞いてるぞ。オールにも余裕が生まれたんじゃないか。その点は否定せぬ。だが長谷山不在の今が貴様にとっての好機だという点も見過ごせん。なあ、お前にとって店は何だ。俺の提案が店のためになるとほんの少しでも考えたことはないのか。スターレスは彼女のためにある。そのための最善に貴様の手は含まれておらぬ。スターレスはキャストや通ってくれるファン全てのための場所だろ。岩さんだ。何してんの？ケイとおしゃべり。俺も仲間に入れてもらっちゃおうかな。話すなら二人で話せ。だとさ、残念だったな、日向。ジェ、せっかくケイと仲良くなるチャンスだと思ったのにな。貴様がすべきは己の研鑽のみ。アンダーのまま終わりたくなければな。やっぱ嫌なやつ。今のはお前の握手だろ。とっとと店に戻らなくていいのか。休憩中だもん。それよりさ、さっきのムカついた。ケイってなんであんな偉そうなわけ？そりゃあいつがケイだからだろ。お前、俺に愚痴を聞かせるためについてきたのかよ。いいじゃん、ちょっとくらい聞いてくれても。今からそんなんじゃ、これから先やってくのが大変だぞ。お前が用心しなきゃならんのは、Kだけじゃないからだ。入院中の長谷山ってやつのことでしょ？分かってるよ。あいつが戻ってきたら、増員の件自体、何と言われるか分からないからな。自分の身は、自分で守れ。そこは岩さんが何とかしてくれるんじゃないの？俺にそんな力はねえよ。あの店じゃ邪魔者扱いだからな。ケイ以外の人にも嫌われてんだね。嫌われてるか。そうだな。俺は岩さんの味方だからね。たまに怖いとこあるけどさ。でも岩さんは、ま、うまくやってくれ。 B のメンバーと彼女に嫌われないようにな。もちろん。てかさ、お姉さんって何なの？ K はなんであんな大事にしてんだろう。ああ、気にしなくていい。今はまだな。どうでしょう。気に入った。ぜひ採用したい。ああ、よかった。ありがとうございます。ところで、踊ってみる気はないか？え？最初に会った時にも思ったが、その体つきはダンスに向いている。青霧なら必ず踊れる。青霧。スター
ターレスでのお前の名前だ。私が考えた。ああ、そういうこと。でも、素敵な名前だと思います。で、どうなんだ？踊る気はあるか？ダンスの経験はありませんが、体を動かすことは得意ですよ。よし、ついてこい。早速レッスンですか？渡した CD の曲を流す。自由に踊ってみてくれ。これもテストというわけですね。堅苦しく考えなくていい。動きを見たいだけだ。わかりました。こんなところでしょうか？期待に添えたならいいのですが。驚いた。振り付けはともかく身のこなしが抜群にいい。ありがとうございます。しかも歌まで歌うとは。曲を何度も聴いているうちに覚えちゃいまして。面白い。青霧、一つ相談がある。俺に可能なことなら何なりと。